映画監視のファクターの宮島です。お三方の政見拝見しまして、人口減少ということについての大きな見出しがないように思うんですが、この人口減少というものについてどのような危機感を持っておられて、で、政府の方はですね、50年後に1億人というようなですね、そういうのを達したりしてきてるわけですけど、本来これは国会でもっとしっかり議論すべきだと思うんですけどね、こういう問題についてお三方はどういう形でですね、論議を望んでお考えなのか伺いたいんですけど。はい、じゃあ細野さんお願いします、はい。まず岡田さんの方からちょっと私の発言についてコメントがありましたので、この議論ということで言うならばちょっと一言お答えした方がいいと思いますので申し上げます。私は国会議員がですね、100人200人いて全員が同じだけの均等な付き合いをするのは無理だと思っているんです。やっぱり一定の人間関係を作り、お互いにですね、お互いを知った上で本当に仲間としてやっていくという意味ではですね、そこでいくつかのグループができることは決して悪いことではない。自民党の派閥の真似事なんていうことをする気はありません。ただやはり本当に人間関係を構築してピンチの時に助け合うという、そういう政党を作るためには、そういうつながりをいくつもいくつも作ることの方が全体としてはまとまるのではないかと私はそう思ってましてね、そういうやり方を私自身はこれまで取ってきたということだけは申し上げておきたいと思います。で、宮島さんのご質問ですが、私は2つあると思ってましてね、1つは国全体で本当にしっかり子育て支援をすること、で、あんまり自民党批判しない方がいいのかもしれないんですが、私は団塊のジュニアなんで、本当は10年前20年前に自民党政権でやってくれたらちょっと状況変わったんですよね。家族でやっぱり教育はするんだ、子育てはするんだ、責任を家族だけに押し付けた結果としてややタイミングを逸してしまった、遅きに失した感はあるけれども、今からでもやらなければならないこといっぱいあるので、それをやはり国としてしっかりとやるということは最も基本だと思います。で、もう一つは東京にできるだけ集中しない社会を作ること、これ重要です。二重の意味で東京は人口のブラックホールと言われている。一つはそもそも結婚しない人が多い、結婚しても子供少ない、ですから地域にどうとどまってもらうのかということに進む知恵を国も出さなければならないし、地方にも出してもらわなければならない。で、そのやり方として私は分配型の政治とは限界があるので、自立分散型のやり方をそれぞれの地域でやってもらって、それを国がしっかりとね、財政的な部分も含めてバックアップする、その中で地域に、若い人たちがとどまって子供を産んで育てることができるような環境を作ることだと思います。で、ここで書かなかったのは、やはり簡単に書けないので、きちっとシンクタンクを作って、そこで人口減少にどう向き合うかというのを方向性を出した上で国民に説明した方がいいだろうと思いましたので、はい、項目としては出さなかったということです。岡田さんお願いします。はい、私政治家としてかねがね2つの大きな問題、これどうしてもですね、解決の道をつけてい、かなければいけないと思っています。一つは国の大きな借金ですね。そしてもう一つは人口の急激な減少で、人口の減少については、政府の方もですね、1億人維持ということで、いろんな政策打ち出しています。私は中身について、いいものもあると思いますので、そういうものは評価しながらより良いものを作っていきたいというふうに考えています。予算面でも社会保障税一体改革の中で子ども子育てに7000億円を新たに投入することを、私が担当しているときに決めました。しかしまだこれで十分とは言えません。GDP 比で見てですね、子ども子育ての予算は日本はまだ 1%、 OECD の平均 2% ですね。スウェーデンやフランスは 3% ですから、やっぱり予算の投入も含めてですね、相当思い切った考え方を変えていかないとですね、これはダメなんだ、危機感を持ってですね、次の世代のためにしっかりやっていきたいというふうに思っています。はい、じゃあ長妻さん。はい、宮島さんから本当にいい質問をいただきました。私の政策集、これ3枚各候補が政策を出して、おそらく民主党のホームページにもアップされていると思いますけれども、そこにもですね、少子化対策を国政上の最重要課題と位置づけると書かさせていただいております。先ほどもありましたように、先進国で GDP 比でですね、日本は公共事業は1位、しかし子育て教育予算は最低レベルになっている。こんなおかしなことはないんじゃないのか。私はその企業団体献金というのもですね、その予算配分を歪めている一つだと思うんで、これを全面禁止するという政策も出しておりますけれども、でもう一つは東京一極集中であります。東京の出生率は47都道府県で最も低いわけで、
で地方でいらっしゃるカップルがなかなか賃金が上がらずに東京にいらっしゃる、そうすると子供を産みたくても産めないと、こういう悪循環、東京オリンピック2020年ありますけれども、その悪循環がどん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 加速しかねないということで、やはり地方の産業、まあ、自然エネルギーとかですね、いろいろな労働生産性を上げる取り組みをきちっとしていく。そしてあとは結婚の問題で、今日本国男性の5人に1人が一生結婚しない、20年後は3人に1人が一生結婚しない社会になるわけでありましてですね、やはりそのワークライフバランスとか非正規雇用の問題、正社員と非正規雇用結婚率が倍も違うということもありますんでですね、子育てのところをですね、もう少し予算を使う、公共事業を減らしていく、まあ、こういう組み替えというのが大変重要だと思います。時間となりました。これをもちまして代表選挙立候補者共同記者会見の質疑を終わります。記者の皆さん本当にありがとうございました。なおこれからですね、候補者の皆さん1月の18日の投票日まで、全国の党員サポーターだけじゃなくて、全国の国民の皆さんに向けて、民主党らしい政策論争を繰り広げて、民主党これからどう進んでいくのか訴えてくださるようにお願いをいたします。そこで3人並んでですね、手をつないでその決意を示していただきたいと、思います。ちょっと椅子を机を届けますので、もうちょっと下がる、もっと下がる、ぐっと下がる、ぐっと、まだ下がる、いいですか。はい、それでは、フォトセッション、一つ並んでどうする、手をつないで、ください。握手で3人で手をつないでください。はい、よろしくお願いします。みんな笑ってください。よろしくお願いいたします。さあ、いいですか。正面お願いします。正面。すいません、こちらお願いします。